日本共産党のプール撮影会規制の次はコミケ規制か。弁護士が指摘、ガネットで話題。内容はこちら。日本共産党のプール撮影会規制に対する弁護士の見解が話題のようです。では、平祐介さんの発言を見てみましょう。平祐介。問題視していた共謀罪や安保法制化よりもずっとストレートで、多くの市民や企業、団体の職業選択や営業、表現の自由、集会の自由、生活利益等に直結することを、与党ではなくて一野党が今回やってのけた。野党の状態でこれ許せないなどという次元をはるかに超えて、もはや恐怖するレベル。本当に怖い。近い将来、今度は成人の過激なポーズも公の施設の目的に反すると言われ、さらには成人アニメの過激なポーズも同じだと言われるようになるだろう。過激かどうかは法律や裁判所が決めるわけじゃない。限られた一部の野党議員とその支持者らで決める。それがジャスティス中世か。グラビアの次のターゲットはコミケかな。公序良俗違反の恐れという極めて抽象的な理由でイベントが全部中止になり、全員参加できなくなって、その日までの準備も努力も全部パーになりますね。健全な世の中であることが優先され、個人の基本的人権は軽視され続けることでしょう。もう公的施設でコミケ開催できないかもね。被害が拡大してしまう前に、ここで日本共産党の動きの目を潰しておかなければいけません。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。けしからん対象が、真空パック AV、AV、広告、漫画、撮影会と来て、さて、来週のターゲットさんは、的な感じになるんでしょうね。そういうものですよ、表現規制って。表現の自由の弾圧は本家の得意技だからな。日本共産党を規制するのが一番いいよ。主催者は共産党に損害賠償を請求したら、このままだと泣き寝入りでしょ。日本共産党による表現規制を許していてはなりません。次はこちら。あれもダメ、これも規制。私たちがダメと思ったから、あれも規制しろ。日本人に打ち毛羽でもさせたいのか。こいつら本気で日本をぶっ壊そうとしてるな。共産主義は文化、社会を破壊する。歴史を見ればわかることだし、中国、北朝鮮やロシアは今何をしているかという話よ。だから赤は危ねえんだよな。日本共産党は日本の文化を壊したいのだと思います。次はこちら。ここまでわかりやすく日本の敵やってんのに、共産党の奴らは自分たちは申し入れをしただけで中止を決めたのは我々ではないって言うんだろ。マジで日本から出ていけよ。決闘以来、日本共産党が何か一つでも日本のためになることやったっけ？外悪以外の何者でもないな。日本共産党は外悪以外の何者でもない政党ですよ。こんな政党、日本からなくすべきです。最後はこちら。次の選挙で落とさなきゃならない議員がどんどん増えてく。役割を履き違えた政党は潰さんとあかんな。共産党の言うことなんか聞く必要ないね。支持者いないし、存在自体が不快。政治家ってバカしかいないのか。共産党は若者を敵に回したようだな。共産党総叩きしないとダメだわ。コミケを廃止する前に、共産党の廃止の声の方が多く集まりそうだ。コミケが日本共産党に潰される前に、表現の自由規制にとことん非難の声を上げましょう。結論。日本共産党によるアイドルのプール撮影会規制に対しては、多くの人が疑問を抱き、相当数の非難の声が上がっています。当たり前ですよ。何の問題もないプール撮影会を、日本共産党の異常思想で勝手に問題化し、議員の権力を使って中止に追い込んでいるのですから。こんな愚行を許していては、今回の弁護士の指摘するように、次はコミケが潰されるでしょう。そうなる前に、多くの真っ当な国民で、
日本共産党の愚行を糾弾しましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。